ゆうきさんどうですか、なんか。うん。ありますか。あ、わかりました。はい。まあ、スタジオのね、今話とか出たんでね。ええ、まあ、よく見た、近いような話で、業界の話なんですけども、私が前、昔コマーシャル作ってた時の話なんですけどもね。よく東京にね、大阪から、大阪の、まあ、会社から出張で行って、まあ東京のスタッフとかプロダクションと打ち合わせすることがまたあったわけなんです、ええ。で、その時にね、その某CM 制作会社というのがあって、それは中心蔵のアッコール武士にゆかりのある仙岳寺というところありますよね。はいはい。東京にね。はい、あります。そのあたりにある、会社なんですけれどもね。で、結構まあ、うん、仙岳寺のあの辺り、高輪の方なんですけども、そのあたりは、僕初めて行って、うわ、ええなぁ思ったのは、結構こう、ちょっと丘陵いうか丘みたいなところになってて、うん、で、こう、ちょっと歩いて行ったりするとね、まあ、結構どっしりとした門構えの家があったりね、まあ、小さなお寺のなんかがあったりして、結構なんかしっとり落ち着いたええ街だったんですよ。うん。はいはい。ああいうとこに引っ越してんなぁと思ってね。で、まあ行ってたんですけど、まあ、まあ、品川駅からは割に近いところにあって、まあ品川行ったらね、結構貼り付けの鈴ヶ森の形状があったりする、うん。まあそういうところもあるんやけれども、まあそこから離れてるからまあいいんかなっていう感じはしてたんやけども。で、その高輪にね、その会社、まあ T 社としておきましょうか。うん。CM 会社があったわけなんだけどね。で、そこの CM 会社というのは、オフィスというのはもともとその外人用に建てられた3階建てのコンクリート住宅をそのままオフィスに転用してるんですよ。うん。うん。だからね、外観とか内装とかね、いうのは、いわゆる外国の金持ちが住むためのものにしてるんで、非常にどっかその垢抜けていてね、で、非常に落ち着いてておしゃれな、まあ、建物やったわけですよ。うん、いいなぁ、いう感じでね。でね、そこは、玄関を入って、すぐ階段があって、それをトントントンと登って2階へ行くと、まあ、広いミーティングルームがあるんですよね。うん、で広さはもうそうですね、畳で言うたら20、30畳ぐらいの広さがあるぐらいのミーティングルームがあって、うん、で昔はCM というのは全部フィルムで撮ってたんでね。で、今も全部ビデオとか、そういうので処理することが多いんですけれども、昔はそのスクリームで撮ることなんで、試写室というのがあったわけですわ。そのミリムがね、うんうん。で、16ミリの試写するためのカメラの機材とかが置きある。まあそういうようなところ。で、その部屋の奥一面のガラス窓というのはちょうど裏手に面しててね、で、近所にその、屋敷があるんやけれども、そこの大木を借景にしてるようなね、非常に一面のガラス窓からその大木が眺められたり、広がる街並みが眺められたりして、非常に開放的なね、そういう場所やったんですよね、あれ。で、そこにはまあ、14、5名、20人ぐらいは座れるほどの、楕円形の大きな会議用のテーブルがドーンと置いてあってね、うん、で、その一方の壁はスクリーンで、それの遠い面の壁は先ほど言った、試写室なんですよね。そこに映写機が置いてある。で、その映写機のあるルームというのは小さな小部屋になっていて、先ほどのその会議室からは透明な一枚のガラスで仕切られてるわけですよ。うん、で、まあ、その小部屋の中にはその映写機とか編集のための機械などがもう収められていて、うん、新しいそのね、CM などを映写するために使われていると。で、うん、でそこの3階の方はね、小部屋がまあ、またいくつかありまして、うん、で、そこではそのスタッフが、連日ね、そこで夜遅うまで企画を練ったり、まあ、予算書をまとめたり、まあ、そんなことをしてるわけです。うん、で、まあ、3階建てのマンションみたいなもんなのね、うん、まあ、贅沢なことに、まあ、エレベーターがついてるわけですよ。うん、まあ、すごいな、やっぱり金持ちの外人の住むようなところは違うんやな、というような感じだったんやけども、うん、でね、ちょっと僕気になったのはね、このオフィスが、もともと T 社というのは六本木にあったんですよ。ほうほう。で、うん、六本木の静岡、賑やかとかね、うん。で、そこにも僕よう行ってたんやけども、その時のね、スタッフのみんなというのは、ものすごい元気があったんですよ。うん。もう冗談も言うし、もうすごい今元気でね、アホなことばっかり言ったりしたり。で、だけど、こっちへ、いわゆるその、高輪の方に引っ越して、このマンションに入ってからがね、うん、なんか、
とみんな大人になったのかなと思うぐらい大人しい、うん、なってしまってね、うん、あるいはその街のその何て言うかな雰囲気というか落ち着きみたいなものがみんなをそういう風にね六本木とは違ってさせてるのかなとは思ってたんやけれども、うん、なんかそんな印象があったんですよね、うん、でそんなことがあってまあちょっと時が過ぎていってまたなぜかその T 社行くその機会がだんだんこう途絶えていってね、うん、で他のプロダクションと仕事するようなこともあったりして、まあ、気がついたら、まあ、1年以上もその T 社とご無沙汰しているような状態になってたんですわ、うん、でそんな時にねまだその私自分が東京にね出張した時にある夜その青山の方のバーでちょっと飲んでたことがあったんやけどその時にねたまたまそのフリーの CM ディレクターの人が飲みに来てはったんですよ、一人でね。うん、で、そこでまあ、いや、久しぶりですね、ということで、まあ一緒に飲みましょうか、ってなって、まあ一緒に飲んでたわけなんやけれども、うん、そのディレクター、まあ S さんとしておきますけども、その S さんというディレクターはね、まあその人も先ほど言ったその T 社、高菜のね、T 社からよく仕事のね、まあ依頼を受けてる、おって、今でもそのしょっちゅうその T 社には行き来をしてると。いうことらしいんですよ、話してるとね。で、その話を、ああ、そうですか、僕は最近行ってないんですよ、とか言いながら話してたら、まあ、だんだんそのお酒が回ってきたせいなのかもしれないけども、もうだんだんこう、ちょっとこう、口が軽くなった S さんがね、なんか入りましたね。BGM ですね。あ、BGM ですね。はい。T さんがね、うん、あ、S さんが、あのね、ゆきさんね、これは言っちゃいけないかもしれないんですけどね、言いながらね、うん、ちょっとね、妙な話を始めたんですよ。うん、実はね、高菜に越してきた T 社なんですけどね、また引っ越すかもしれませんよ、って言うんですよ。うん、なんでですの？この前、1年か2年前に越してきたばっかりですね、また新しいマンションあそこ借りて言ってたら、うん、なんでですかって言っても、その理由といたしてもね、何かこう言いづらそうにしてるわけですよね。で、それでもこっちもそんなね、聞きたいし、どれさん教えてくださいよ。よしやん、誰も喋れへんからよしやん、言いながら、言ったから、ここで喋ってるわけですけどね。まあ、もう、だいぶ前の話やからもうええと思って。まあ、その、だんだん S さんもね、その、グラスをどんどんどん飲み干してね、わ、うん、かりました、じゃあ話しましょう、ということで話してくれたんです。そしたらね、言うには、私がね、私見てしまったんですよ。いや、私を入れてね、十数人のね、人間がね、うん、T 社のほら、あそこに2階に試着室兼ミーティングルームがあるでしょって言い出してね、ああ、知ってます、知ってます、僕はあそこでよう、打ち合わせしたからよう知ってます、ガラス面のある、一面のガラスがあるところですよね、そうです、そうです、いうような話になってね、うん、でどういうことがあったか言うと、やっぱ深夜のね、打ち合わせをしてたら、時だったらしいんですよ。うん、で、S さんとね、それを含めたそのスタッフたちは、全員がそのミーティングルームで、まあ企画やってたわけですよね。で、だん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 その企画も煮詰まれへんので、時計がまあ2時を回ろうとしていた頃らしいんやけれども、うん、その時その進行役のね、まあそのスタッフのある人、まあ A 君としても言いますけど、A 君は、座ってる場所からちょうど映写機等がある、そのガラス部屋ね、あの小部屋、そっちを背にして、みんなに喋ってたんですよ。まあ、その議長みたいな感じですよね、進行役が。で、みんなの視線は当然ながらその A 君に集まってるし、その時 A 君の後ろの、小部屋のガラス窓、まあ、ガラスも全部その視野に入ってるわけですよ。で、当然そのガラス部屋の方は、誰も今使ってないから真っ暗になってるんやけれども、電気消して。だ、うんうん、けど、そのガラスの中には映写機とかああいうのはわかるわけですよね、ぼんやり。で、みんなが A 君の方を見てるとね、そのガラス部屋の中を、スーッと白い人の形をしたものが、はーっとこう、走っていきよったんですよ。うん。で、みんながそれを目撃してて、だけど映写機しかない部屋に人が入るはずもないし、みんなの目にも触れずにその部屋にね、誰かが入っていくことも不可能なんですよね、うんうんうん、その時。だけどその白いものがスーッと走った時は、
そのみんなに喋ってる A 君を除いてその全員ほぼ全員がそれを目撃してるわけなんですよね、うん、でそういうことがあったんですよという話を聞いてね、うんうん、あそうですか、そのことあったんですか、何ですかね言ってたら、うん、いや実はねその白い何かがね走ったという事件の後にもねいろんなことがあったんですよって言うんですよ、うん、でだん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 真顔になっていって喋るんでね、これは取材したらよ思ってね、まあ、聞き出したらね、うん、これはまたその違う日の深夜なんやけども、うん、その若い、まあ、制作マンですわね、 下っ端の制作マンが一人でまあ残業でね、その今度は3階の部屋で小部屋で、夜中のまあ3時ぐらいまでかな、ずっとデスクワークをしてたらしいんですよ、うん、でラジオをまあ聞いて、まあ、FM 放送が流れてるんやけれども、うん、その音に混じってね、ウィーンという機械音が耳に入ってきたらしいんですね、うん、でそれはどうやら廊下にあるエレベーターが動いている音らしいんです、うん、で彼はね、あこんな時間やのに誰か帰ってきたかなと思って東京見たらやっぱり3時で、で先ほど、まあ、コマーシャルのスタジオという会社というのはまあ、撮影とかでね、スタジオ撮影なんかで、まあ、それが深夜に及んで、機材を終わってから運んで、まあ、遅い時間に戻ってくるというのが、もうしょっちゅうあるんでね、まあ、そういうことなんやろうなと思って、さほど、まあ、気にもしなかったわけですよ。で、せっかく今日はそんなに、スタッフが深夜まで働くような仕事は入ってへんはずやってんけどなとは思いながらもね、まあ、例えば、なんか伸びたのか、中止、なんか違う話がな、仕事入ったかなと思ってたらしいんだけれども、うん、でそんなこと思いながらこう仕事してるとやっぱりウィーンウィーンウィーンという感じでエレベーターはゆっくりとこう上ってくる気配なんですよね、うん、で彼のでも座ってる席からはねそのエレベーターは死角になって見えないわけですよ、うん、でちょっとこう体をねぐーっとひねってまあ開け放たれてたドアからなんとなくそのエレベーターホールのね方を見るともう回数表示のランプがあるんやけれどもそれを見てるとその2階を通り越して2階にはそのミーティングルームとそれから、倉庫みたいなのもあるんやけどもその実はやった倉庫の方に行くんやけれども倉庫じゃなくて3階を表示してるんですよね、うん、ということはこの部屋みんなが仕事してる事務所の部屋に誰かが戻ってくるみたいなと思ってたらしいんやですよ、うんだからずーっと上がってきてチーンという音を鳴らしてエレベーターが止まってドアがバーンと開きますよね、うん、ガラ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 、うん、で開いたのでお疲れさん彼も非常に元気よくねその帰ってきたスタッフに対して声をかけたんですよ、うん、だからその返事の代わりにね、うん、エレベーターのドアが間髪を入れずにクチャ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 って言い出したえっと思って、よう見たら誰も乗ってなくて、3階で開いたり閉めたりを繰り返してるだけなんですよ、ドアが。なんかにぶつかってしまってみたいな。うん、そう。で、エレベーターの中真っ暗で誰もいないし、誰も降りてこないんですよ。うん。で、だからまるでね、その、なんていうの、透明のその巨人がね、ドアを力任せに、バン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 と開け閉めしてるような、そんなもう騒ぎやったらしいんですけどね。でもとにかくその無人のエレベーターは一体その1階からね何を乗せてきたんやとかいうようなこと、エレベーターに関わる話って結構多いですよね。あるんですね、結構あるよね。